巨人たちの星は、ジェームズ・ P ・ホーガンによる SF 小説。星を継ぐ者、ガニメデの優しい巨人の続編にあたる。わずかな根拠を頼りに、太陽系を離れ、同胞が移り住んだと思われる巨人の星へ向かう、ガニメアン一行と彼らを乗せる、宇宙船シャピアロン号は突然時空の歪に落ち込んだ。なす術もなくまよう、シャピアロン号はやがて通常空間に復帰するが、そこは、 目的地の巨人の星だった。一方、ガニメアンの太陽系への帰還、地球来訪と移住先への出発の情報を通信波に乗せて、巨人の星へ向けて放った人類は、直後に思わぬ信号を受け取る。それは、巨人の星からの返信であり、地球の通信フォーマットに則り、しかも英語で記述されていた。どうやら人類は遥か昔から彼らに監視されていた、らしい。 だが、交渉を重ねていくにつれ彼らが人類に抱く不信感があらわになり、一方で人類を代表して交渉に臨む国連の動きもなぜか鈍く、加えて不信感を解く努力もせぬままで何らだ進展を見せない。これに豪を逃がすハントとダンチェッカーラは国間のアーラスカの人里離れた基地に赴くように要請される。 指定された基地で待つ彼らの前に舞い降りてきたのは超高速通信を介して遠隔地をリアルタイムに結ぶ近く伝送装置パーセプトロンの端末であった。これを使い巨人の星との間に極秘裏にホットラインが開設されハンドラはガニメアンの子孫で今は巨人の星トゥリオスに住む種族トゥリアンの代表者からザートの 対面と、シャピアロン号のガニメアンの面々との再会を果たす。ハントラは、推論によって、第三の勢力、すなわち、地球人類とはまた別の人類集団の存在を、指摘し、カラザーは、それが真実であると認めた。彼らは、かつてのミネルバを二分して対立した、一方の勢力、ランビアンの子孫であり、今は、惑星、ゼブレンに住む、ゼブレン人となって、 同じ人類として長らく地球の監視にあたり、ミネルバ崩壊後に太陽系に残留したもう一方の勢力、セリオスのその後の様子をテューリアンに報告していた。だが、地球から直接届いた通信内容を受けて、ジェブレン人からの報告に不審な点が見受けられたことからホットラインの解説に至ったのだという。また、地球の歴史においても彼らジェブレン人の関与が 明らかになった。その人数こそ限られたものだが、地球に潜入したジェブレン人はあるいは宗教を使って人類を惑わし、迷信を教え込んで合理的思考を奪い、あるいは資本を独占して富を収奪し人類を貧困に陥れ、時には科学技術の発達を妨げ、一方で兵器の開発を促し、人類の進歩を歪め自滅させる方向に誘導すべく、歴史を 裏から支配していたという。その背景には5万年前にミネルバでランビアンと対立したもう一方の勢力であるセリオスの子孫である地球人類に対する責年の恨みがあった。だがその試みはうまくいかず、今は地球において平和運動を推進して人類の武装解除を進めて無防備にする一方で巨人たちに対しては地球の軍事化による 危険の拡大を吹聴し、これに対抗する名目で高度な科学技術を巨人から引き出していたことが明らかになった。ジェブレン人の最終目的は何か。そして、これまでの悪行が悟られたとなれば、彼らはその目的に向けて秘めていたクワ立てを直ちに実行に移すかもしれない。すでに彼らは工業衛星圧端で、高中間を量産して、戦力を充実させ、また、 テューリアンから引き出した高度な重力制御技術を応用した究極の最終兵器の完成を急いでいる。対して巨人の星のカラザーラ・テューリアンは、生来争いを好まず戦いの備えはない。翻って地球人類は宇宙に飛び出して間もなく備えが全くない。ハントラ地球人とシャピアロンゴーノガニメアンは、この逆境下にあってもジェブレン人は軍事面でも 生活面でもコンピュータネットワークに頼りきっている、ということを逆手に取り、犯行の秘策をひねり出して実行する。そして、その結末は、地球人類とジェブレン人の運命を輪廻に封じ込める。巨人たちの星シリーズ、東京草原社草原 SF 文庫翻訳、池広明カバー、加藤直行星野行信が、星を継ぐ者のタイトルで、ガニメデの優しい巨人。 巨人たちの星までを含めて漫画化している。ありがとうございます。